皆さんこんにちは、トナミウユーの亀田武です。新型コロナウイルスの影響により大会が中止になり、たくさんの方が落ち込んでいるかと思います。今本当にこの大変な状況かもしれませんが、前を向いてまた新しく目標を立てて、その目標に向かって頑張ってほしいなと思います。自分もこの先大会があるかどうか分かりませんが、その大会でベストなパフォーマンスを出せるように、心と体の準備はしていきたいなと思っています。今大変な状況かもしれませんが、一緒に乗り越えましょう。